テープレコーダー。テープレコーダーは磁気テープなどのテープ上の記録媒体に信号を記録及び再生する装置である。普通、磁気テープに磁気記録の形で電気信号を記録する。特に音響機器、録音再生機器としてのそれを指し、他をビデオテープレコーダーやデータレコーダーなどと区別して呼ぶことが多く、以下では主に音響機器について述べる。 特にコンピュータの補助記憶装置は音響用の流用データレコーダーなどなどの場合を除いてテープレコーダーとは呼ばないテープのベースにはポリエステルなどのプラスチックフィルムが使われるポリエステル以前にはアセテートが使われた初期には紙が用いられたこともある音響機器の名称としてはスピーカーやパワーアンプなどが付いて単体で音が出たり小型のもの 録音機能を持ったテープメディアのウォークマンのようなものなどを指し、オープンディール、オープンデッキの機器、ミニコンポなどで他の音響機器を通して音を出す機器などは、テープデッキ、コンパクトカセットなどのカセットテープでは、カセットデッキともと、くすることもある。また、ラジカセなど他と一体となった機器において、テープ装置の部分だけを指す場合にも、デッキという、 一台でダビングのできるラジカセのダブルデッキなど。日本では時に略してテレコと呼ばれることがあった。体積あたりのデータ密度が高く、信号の録音、消去が容易で長時間録音に適するという長所がある。またアナログテープレコーダーや一部の固定ヘッドデジタルテープレコーダーではテープを直接切断して編集する、適利編集。 電車編集に対する用語も可能である。一方で、欠点も存在する。経年により、自性層の劣化、テープの伸び、切断などが起きやすい。また連続したテープを巻き取っていく。構造上、ランダムアクセスが難しく、一部を再生する場合でも、時間をかけての早送り、巻き戻しを必要とする。特に、デジタル化と相性が悪い。 このため20世紀末以降は、後続の新技術、CD レコーダー、ハードディスクレコーダー、MD レコーダーや IC レコーダーなど、ランダムアクセスが容易なデバイスに道を譲りつつある。ディスク、および半導体メモリ、シリコンメディア等は、管理領域が論理的、物理的に壊れると内容が事実上全て、 失われるのに対し、テープは生き残った部分だけでも再生できる利点がある。もの、この特徴が生かされるのはよほど得意なケースに限られる。メディアを退治させることで、音声信号を記録する時期録音方式自体は、1888年にアメリカ人オバリン・スミスが最初に着想しているが、システムとして実用化された最初は、デンマークの発明家、ボルデマール・ポールセン。 1869年から1942年が1898年に完成させたメディアにピアノ線を利用した磁気録音式ワイヤーレコーダーテレグラフォンテラグラフにあるテレグラフォンに始まる磁気録音ワイヤーレコーダーは人間の声を聞き取り得る実用水準で録音でき一定の長時間録音も可能であったが音質向上の困難さや ワイヤー伸びの問題などを伴い、一般的なものとはならず、テープレコーダーが実用水準に達するまでの約半世紀の間、ごく限られた範囲で用いられたに過ぎなかった。簡易な録音機としては、トーマス・エジソン発明のローカンレコードの系譜に属する機械録音装置が第二次世界大戦以前の主流であった。磁気記録の媒体をより扱いやすく耐久性のある プラスチックテープにしたのは、ドイツ人技術者、フリッツ・フルーマー1881年から1945年で、1928年に、これを利用したテープレコーダーの原型を完成た。1933年にアイグの技術者であるによって、磁気ヘッドが開発された。以後電気メーカーアイグの手で改良され、1935年にマグネトフォン、 マグニートファンの名で市販されたものの、音質が悪かった。その後、科学メーカーバスフ社の協力による、テープ材質の改良、アセーテートジシと、1938年のイガラシテージ、石川誠、長井健造、同時期のドイツの国家放送協会のバルター・ビーベルト、アメリカのマービン・カムラスによるの発明で、1939年から1941年までに、 音質が飛躍的に改善され、実用に耐える長時間高音質録音が可能となった。この結果、ドイツの標準的なテープレコーダーであるマグネトフォンは、第二次世界大戦中のドイツにおいて、政治宣伝、大敵戦部放送用のメディアとして大いに活用された。アドルフ・ヒトラーの長大な演説やクラシック音楽を、レコードバリ等の雑音。 ディスク交換による中断などなしに、いつでも連続録音、再生できることは、放送用メディアとしての非常な利便性であった。ラジオ放送用として、フルトベングラー式によるベルリンフィルの演奏も、テープ録音され、貴重な歴史的音源となっている。この過程では、複数トラックを適切に分離して、同時録音できる特徴を生かし、ステレオ録音もすでに試みられていたという。 軍用特殊用途として特筆されるのは、ドイツ海軍の潜水艦、U ボートの多くにテープレコーダーが搭載されたことで、ある。潜水艦が発信する通信電波は敵型に、自らの潜伏位置を知らせてしまう危険ともなう。そこで、通信内容をテープレコーダーで一旦録音し、それを早送り再生して送信した。これで、無線更新時間が最小限となり、 また傍受されても敵には内容解読が困難になる。第二次世界大戦後、この高速再生通信のアイデアは、世界各国の軍用、外交、情報の分野で、情報秘匿通信に広く用いられるようになった。もっとも、飛話装置がその頃すでに開発されており、飛話歴史、最重要な通話にはそれらが使われた。ここで述べている方法は、時間軸方向の圧縮と、 簡便な点が利点である。ドイツの敗戦後、テープ録音技術がアメリカに移転され、民生用途に広く転用されるようになった。1947年には、3M 社が次期録音テープを発売した。1948年の LP レコード開発と、相前後して、高音質へのニーズが高まり、レコード会社は高音質化と長時間録音実現のため、相次いで、 テープレコーダーを導入する。各国の放送局でもその利便性を買われ、同時期から長時間放送や音声取材の手段として活用されるようになり、特に取材では、ポータブルテープレコーダーが広く用いられた。以後テープレコーダーは、LPEP レコードと並ぶメディアの形態として、レコード制作会社や放送局だけでなく、個人、家庭でも容易に録音。 再生ができる特性から一般化した。日本では1950年に東京通信工業、東通工、ゲンソニーが紙テープ式のモデルを発売したのが最初である。東京通信工業では長い間、テープコーダー、テープコーダーと呼んでいた登録商標だった、登録番号。東京通信工業はいち早く交流バイアスの重要性を見抜き、 1949年に、上記のいがら定時、石川誠、長井健造による特許、通称長井特許、安律電機が所有を日本電機と共同で購入した、当時創業して間もない東京通信工業にとって非常に高額な投資だったので、日本電機と共同で購入することになった。交流バイアスは、現在のテープレコーダーでも使われているほど重要な技術で、 この特許によって他社は東京通信工業製テープレコーダーの音質に全く立ち打ちできず、東京通信工業は日本のテープレコーダー市場で高いシェアを占めることになった。1950年代の日本の民間放送の勃興と愛前後して、ソニーは取材用の過半型のものも先んじて、開発、電ケの商標は同社の業務用内し、 それに準次料レベルの携帯レコーダーに使われ続けている。これが放送用に普及した当時、デンスケの故障は関係者の間でポータブル機を一般に指すもとしてなど他社の製品も含めて呼ばれた。このため現代において当時のポータブルテープレコーダーを指して例えば私はあの時デンスケを担いで取材していましたのように使わることがある。テープレコーダーは 人々の生活に多く影響を与えた。この機械の登場により、人々は音楽を録音したり、自分や家族の声を録音したりした。1960年代に開発されたカートリージ式のコンパクトカセット普及と、これを組み込んだ一体型ラジオ、ラジオカセットレコーダー、ラジカセの出現で、ラジオやテレビの番組も容易に録音可能となり、またテープや、 録音再生ヘッドの性能向上やノイズリダクション技術などによる音質改善と相まって一時はラジオの音楽番組を録音するエアチックというカルチャーが広まった時期もあった他にも小ささを生かして自分で録音したテープを外出中継体型プレイヤーで聴くモバイルオーディオというスタイルを生み出し定着させた 近年ではほとんど IC レコーダー等にとって変わられてしまったが、録音された音声などを書き起こす行為は2000年代でも一般にテープ起こしと呼ばれ、その名称に名残を見ることができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。